スセ三決明は、中国の古漢大、元初五年から、延べ光二年にかけて建てられた、すせ太子出国決明、スセ小室席決明、スセ海母病国決明の総称、霊書が公式書体であった、漢大にあって、極めて珍しい天書による、金石文である。三つともすべて現在も、建造地に残されている。ただし、 スセかい病国血メワ病が廃され、石血の実が残されている。石血とは神を祀る病の入り口に建てられた装飾的な門中のことである。スセは、現在の河南省にある霊山の一つで、東方を太子さ山、西方を小室山と呼び習わし、古くから信仰の対象とされていた。古く太子さ山のふもとに、太子室、小室山のふもとに、 小室という病があり、その二つの病と、不都室に隣接していた、海母病に建てられた石血の名分が、すせ三血名である。不都室国血名は、碑文によれば、元書五年四月に養生県令の両常という人が、建造したことが分かっている。その後、信光四年に、永仙大衆の主張という人が、追告したとみられている。小室石血名は、 碑文に直接年代は見当たらないものの、次の平家母病国血名と共通する部分があることから、延べ光二年頃の建造とみられる。建造者は養生圏の人物であるということはわかるが、生では不明である。平家母病国血名は夏王朝の創始者、宇の日を祀った病のもので、病名は、宇の日イコール二代目の帝、慶の母であることから、慶母となるところを、 全漢の形邸の意味名を避けて、同じ意味の深い母としたものである。名文によると、信光2年に、永戦大衆の主張という人が立てたものとわかる。小室名文秘文は、不都つ国決明が霊書と天書の混ぜ書き、残り二つは天書である。不都つ国決明は、前半の霊書部が一行九時二十七行、後半の天書部は一行九時二十一行。 大学に中だけ安し必要上とある、損壊が著しく、特に後半部は、かなりの部分が、判読不能である。消失席血名は一行4時十二行で、極めて保存状態が良く、前字が判読可能である。大学は、消失浸透の血である。開け母病国血名は、階段状になっており、下段だけの部分では一行七時十二行、二段になっている部分では、 それぞれの段で1行6時24行である。比較的よく残っているが、2段になった部分の上段の、真滅が著しく反読不能である。内容はいずれもそれぞれの病が祀っているすせの神、うとその日を検証したもので、最後に建造者の名前が列記されている。書体が、霊書前世の時代にもかかわらず、天書なのは、神を祀る病の門中に掘る名という宗教的な、 意識から、転書の持つ、権威性を求めたためと考えられる。書風については、不都室国決明は霊書混じりであるものの、霊書、消失石決明、開け母病国決明はよく転書の筆法を捉えており、霊書の筆法が強く反映されてしまっている、資産交算比と比べるとはるかに本来の転書に近い。しかし一方で、誤字もあり、喫水の転書でないことを思い知らされる。 これらの名は、新代、工場学が発達し、伝書の研究も行われるようになってから注目されるようになった。真の同時代資料ではないが、比較的時代の近い五感の石踏みという点で、貴重視されている。ただし、真滅の激しさから学書に用いられることは少ない。ありがとうございます。